はい、皆さんおいっす、ザクさん使いのアタックです。今回は、ガンダムエアリアル、の動画となります。さて、エアリアルですが、まあ、皆さんもお察しの通りだと思いますが、エアリアル、まあ別の方で行くと、まあ機体の、その、シャッフルとか、固定とかの、勝率で行くと、まあ5割を未満っていう感じですが、まあ、理由が、いろいろとありますけど、まあ、そちらの関係で、まあそこら辺の話もしていきたいと思います。というのも、まあ、エアリアル、まあ、今作っていうか、いろいろと使われてる量は多いと思いますが、この機体結構その、まあ、勝てないっていうか、なんで、こいつ、評価が結構様々かって言われると、まあ、この機体、まあ、どちらかと、まあ、シャッフルというよりかは、固定で使われるって言った感じがほとんどです。というのも、エアリアルって、まあ、20の中だと、強みのな、強み、いろいろとあると思いますが、こいつの強みっていうと、どちらかと、まあ、弾が強いっていうよりかは、まあ、機動力で避けながら、相方にいろいろと取ってもらうような感じの機体なんで、どちらかというと、まあ、シャッフルでいくと、押し付け武装、結構、押し付け武装を、当てがうような、そういう機体ではないので、結構その逃げ性能を、感じながら、相手に、なんか、確実に、まあ、取っていくような機体っていうの、方が、多分分かりやすいかなと思います。なので、今戦ってる、フラウロス、フラッグカスタム、まあ、初代は、まあ、それぞれ押し付け武装ものすごいあるんで、まあ、そう考えると、やっぱり、シャッフル向きっていうのはない感じですね。なので、まあ、どうやって戦うかっていうのを、まあ、解説とかしていただきたいと思います。まあ、さて、まあ、機体の方ですが、2020の、フラッグカスタムと組んで、やってます。で、まあ、そうですね、まあ、覚醒に至っては、S 覚醒結構まあ、推奨されてますが、自分ちょっと C 覚醒の方が多分いいかなと思います。というのも C 覚醒だと、まあ、逃げ性能もそうだったり、相方に覚醒を渡すっていう意味でもかなりいいと思いますんで、その面でいくと、やっぱりそっちがいいかなと思ってます。で、あとは、基本的なことを言うと、特殊関係は、自分は着地取りとか、あと、まあ、着地の保護とか、そういう感じで使ってますね。さて、試合の方は、まあ、無事勝ったってことで、次の試合に行きましょう。じゃあ、続いての試合が、さあ、続いての試合、X2 と組んで、スカイとアマツですね。で、アマツとか、まあ、アマツだったり、スカイとか、まあ、スカイの方が、組んだ時がちょっと分かりやすいと思いますが、こいつを押し付ける、まあ3000と組むっていうよりかは、3000と組んだ方が一番いいって言われてるのは、まあ、こいつ後ろでちょくちょく、ちょっかいかけたらいい方がいいかなって感じですね。で、基本的に、まあ、X2、攻撃機体ではありますが、まあ、どちらかというとエアリアルを後ろにやって、確実に取っていった方がいいと思いますんで、自分はちょっと、まあ、後ろ気味っていう感じですね。あとは、X が、まあ、引き芸が結構いいと思いますんで、基本的にこんな感じで取っていくような感じかなっていう。だから、X2 と離れないようにして、スカイと、まあ、アマツを見ていくような感じ。さあ、メインブーカーからのメイン。で、基本的にこういうのでいいんじゃないのかなっていう。その格闘に関しては、メイン打ちながら、まあ、ブーカク打ったりとか、あとは、甘いところには横角やって前派生だったりとか、そういうのでいいと思います。さあ、こんな感じでもう、
相方はすごい減ってますが、まあ C 学生あって、まあ500ぐらいでありますが、まあ自分がすごい体力残してるような感じなんで、基本的にこうやって動かすような感じの方がいいのかなと思います。で、まあ逃げつつって感じで。で、落ちて、まだ、まあ自分全然食らってないんで、あとは、アマツから逃げつつ、X2 とゴールという感じですね。で、さあ、甘いところには前角からの後ろ発生。で、後ろ発生、カット耐性高い、カット耐性ってか、すぐ終わるんで、まあ、瞬間火力で出すのにはかなりいいと思います。さあ、ちょっと食らい始めてきたんで、で、ここら辺になったらもう、自分も覚醒入って、さあ、攻める感じですが、まあ、スカイに取られたって感じですが、まあ、しょうがないっちゃしょうがないけど、まあ、C 覚醒あるので、防御補正かかるので、かなりいいと思います。さあ、アマツが覚醒して突っ込んできますが、うまく取って、で、アマツ、で、スカイがちょっと危ない状態なんで、スカイから逃げようと思ったんですけど、180の、CS 当たってしまって、感じですが、さあ、で、もう、溜まってるんですよね、ここで。溜まってるので、うまく取っていくような感じで。で、最後に、X が横特殊当てて終了。さあ、そんな感じです。なので、結構その、引き際、まあ、引いたりのは、その立ち回りが結構重要かなって思ってます。さあ、続いての試合行きましょう。さあ、続いての試合が、これが一番わかりやすいのかな。スカイエアリアルですね。で、バリアント X。で、相手がそうなってます。で、まあ、これが一番組みやすいのかなっていう。まあ、エギングゼロだったりとか、そういった感じが一番いいと思ってますが。で、基本的にあと、まあ、エアリアル使っていくところで、まあ、大切なことは、自分も今考えてるのは、エアリアルが、先落ちしない。それが一番、何より、大切にしないといけないパス戦で。で、スカイ、エアリアルの場合でも、やっぱスカイが、先落ちすると、まだワンチャンはできるんですけど、エアリアル先落ちだと、逃げ性能はできるんだけど、そっからの押し付けがやっぱきついんで、そう考えると、やっぱり、まあ、スカイ、基本的にエアリアルが後ろっていう感じですね。なので、そうすると逃げられんで、そうやってやってます。で、バリアントが、まあ、ボコボコにされてますが、これでうまく取ってきて、まあ、X が、残ってる状態ですね。で、まあ、スカイが結構暴れてるので、それで逃げる感じですが、さあ、スカイ覚醒して、さあ、バリアントも覚醒して、まあ、これは、まあ、かなり、まあ、いい誤射ですね。このままバリアントに食らわせる、食らうよりかは、かなりいいダメージ入りますね。さあ、多分、ブレイカー打って、横角からの、まあ、打たれましたが、カバーリングでうまく逃げる感じですね。さあ、一応打ってきて、さあ、これで、まあ、落ちそうなんですけど、スカイ、エアリアルの、機動力だったら、基本的に横、サブ巻きながら逃げれるような感じでしたね。で、そのままバリアント落として終了。といった感じです。というわけで、今回の実況以上となります。チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それでは次回にお会いしましょう。